歴史教科書問題。歴史教科書問題では、歴史教科書の記述や、ある歴史の認識や解釈をめぐって、関係各国で発生した書問題を扱う。歴史教科書問題がしばしば話題に上がる地域としては、第二次世界大戦の敗戦国、旧枢軸国であるドイツ及び、日本の周辺地域が挙げられる。日本の周辺地域では、日本国、 中華人民共和国、愛官民国間で教科書の記述と歴史認識について論争となることが多い。日本の教科書問題は中国では歴史認識問題と呼ばれ、韓国では歴史歪曲問題とも言われるが、韓国は国内の保守派と革新派の対立から独自の教科書問題も抱える。また日本では教科用図書検定や、 教科書採択も議題になる。近隣諸国条項も参照。第一次世界大戦以前の帝政ドイツでは、国民国家の教育として、自国の戦争は正当防衛、他国の戦争は侵略戦争、他国の征服は文明を広め、福音の光を灯し、高い道徳や、金星ほか高貴なことを広めたと信じるよう、教育された。1925年は、 カサレスケツにて、諸民族間の精神的接近を達成するための最も有効な方法の一つが、青少年を他国に対する重大な誤解に導き得る、誤った印象を与える性質の内容を、教科書から抹消、訂正することにあるとの理解に基づき、各国委員会に対し互いに修正要求を送るよう、協力を要求したが、高い評価を得た一方、拘束力がなく、 1926年から1930年の間に3件適用されるにとどった。1930代の国際会議においてドイツは非協力的であり、ナショナリズムに刻印された歴史教育を弁護して共同作業を不可能にした。1944年、連合国は1933年以前のバイマル共和国の全教科数百点の教科書を検査。 そのまま使用に耐えうるものは小学校用の発掘のみと否定的結論を下し、ドイツ占領後の約1000点の教科書に対しては、さらに厳しい見解を示した。第二次世界大戦後、1950年からドイツ・フランス間で、1972年からドイツ・ポーランド間で、教科書改善が開始され、2008年、ドイツ・フランス共通歴史教科書を刊行するに至った。 日中間の歴史教科書問題は、第二次世界大戦以前にも存在し、1914年9月13日、東京日日新聞、シナ政府に言断せよ記事で、中国の反日的な教科書に対する抗議を主張したことをきっけに、日中両国が互いに、相手の教科書を問題として、外交問題になった。1962年、イエナがサブローラによって執筆された、 高等学校日本史用の教科書、新日本史が教科用図書検定で不合格とされ、実際に日本国内の高等学校で使われることはなかった。家永三郎は、教科用図書検定は、検閲にあたり、憲法違反であるとして3回にわたって、日本国などに対して裁判を起こす。第1次と第3次の訴訟では、一部、家永側の主張が認められ、 国の裁量に行き過ぎがあったとされたものの、家長の主張の大半は退けられ、日本国憲法下において、教科用図書検定は、制度として合憲、適法とされた。教科用図書検定について争われた裁判には、他に例が少なく、判決理由として示された事項は、現代社会における教育裁判でも参考にされる。各新聞の1982年、 昭和57年6月26日付長官が日本国内の教科用図書検定において昭和時代前期の日本の記述について日本軍が河北に侵略とあったのが文部省、現在の文部科学省の検定で河北へ進出という表現に書き改めさせられたと報道され日本と中国、韓国との間で外交問題に発展した。これは 第一次教科書問題と言われる。当初は大きな問題として扱われていたわけではないが、7月20日前後から歴史教科書改ざんキャンペーンが展開され、7月26日に中国政府から日本政府に正式に抗議が行われた。この問題に関連して小川平次文部大臣が外交問題といっても内政問題であるなどの発言をし、 松野幸康国土庁長,長官が、韓国の歴史教科書にも誤りがある。日韓併合でも、韓国は日本が侵略したことになっているようだが、韓国の当時の国内情勢などもあり、どちらが正しいかわからないと発言をしたことから、韓国からも強い反発も招き、韓国の東亜日報は21日のトップ記事で、侵略美化を有料する報道をした。この問題を解決するため、 8月26日に歴史教科書に関する宮沢紀一内閣官房長官談話が発表されたが中国は宮沢官房長官談話には満足し得る明確かつ具体的是正措置がなく中国政府はこれに同意できないと回答同日小川文章が国会の教科用図書検定調査審議会への諮問に隣接諸国の友好親善に 配慮すべきとの一項目を加えることを表明したことで9月9日に中国政府はまだ断崖ではっきりせず満足できない部分もあるがこれまでの説明に比べれば一歩前進したものでり今後取られる具体的行動及びその効果をさらに見守ってゆくと了承し韓国政府も日本政府の努力をわとすると回答して外交的には収束した 文部科学省においては、教科用図書検定基準の中に、近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに、国際理解と国際協調の検知から必要な配慮がされていること、という近隣諸国条項の追加が談話と連動して行われ、文部省内は、中国と韓国に関する教科書会社の記述はすべて認め訂正はなしにせざるを、 えないという雰囲気に陥った。この時、文部官僚として、上校導入を担当した、加藤森幸は、一方の教科書会社側は、削れるものなら削ってみろという勢いで、自虐主観の記述を強めていき、上校導入前より、過激な内容になったと当時の状況について述べている。以後、韓国では1983年6月に、中央日報と、 朝鮮日報が高校教科書検定の実態が明らかになると1984年6月に朝鮮日報が連載記事を掲載し日本の教科書問題に関心を持ち続けるように言った。なお、この問題のきっかけとなった報道は誤報であり、その原因は文部省の記者クラブの合同取材によるもので一人の記者が勘違いした内容を取材に参加していたかく、 メディアが一斉に報道した目であるという主張もある。実際に日中戦争で進出ではなく侵入、侵攻への書き換え、侵略の削除や東南アジアでは進出への書き換えがあったが報道通りの中国河北地域については文部省が侵略を進出に書き換えさせた例はなかった。日本を守る国民会議、現日本会議以下、 国民会議編の高校用教科書、新編日本史、原書房を中国が批判。中曽根康弘首相が文部省に検討を要請し、5月27日に異例の再審議が行われた。これは第二次教科書問題とも言われる。この新編日本史は、皇室への敬意を育む神話を通して、建国を理解させるなどの方針に基づいて編纂されており、 天皇の人間宣言を掲載しないなど、天皇中心の記述が多かった。特に人間宣言非掲載については4回にわたる文部省との折衝の焦点となり、新編日本史を作成した国民会議側は人間とか深刻以外の国だけは絶対入れたくないと主張した。こうしたさなか国民会議支援の懇談会が富士稼働会。 新日本協議会など四十数団体が集結して開かれ政府、文部省に対する球団大会の開催が決定し、結局、新編日本史は検定に合格したものの昭和62年8月の締め切りで32校8900部に止まるなど採択率は低く、その理由として朝日新聞が批判記事を書いたことを悪質な妨害活動と神社心は球団している。 なお一連の件について、家長は、立場は違うが、検定で落とせとは、口が裂けても言えないと語り、教科書は自由発行、自由採択であるべきとの持論を述べた。第一教科書問題を発端に、以降も90年代から2000年代にかけて、歴史教科書問題は、歴史認識問題と連動して、しばしば、中国、韓国との外交問題となってきた。中国、 韓国の主張を記述する過度な配慮がある教科書が目立ち、中国、韓国が外交問題にする可能性がある部分には、検定意見はつけないというように、近隣諸国条項が呪縛になっている。2001年に、教科用図書検定に合格した新しい歴史教科書、不創者は、中学校社会科の歴史教科書として、新しい歴史教科書を作る会によって執筆された。 この教科書は、大江健三郎党17名によって、限定申請本から、従軍安婦、人滅作戦、731部隊などへの言及が激減し、日本の朝鮮植民地支配や中国侵略を正当化していると主張、課外の記述を後退させた歴史教科書を有料し、政府に要求するという要望書が公表されている。2011年、沖縄県の八重山地区で、 文部科学省が2002年8月に出した通知、教科書制度の改善についてに基づく、改革の実施に対し、新しい歴史教科書を作る会の自由者、育法者の中学歴史、公民教科書の採択反対を主張する勢力が、作る会計教科書の採択のための改革と主張。改革に対する、ネガティブキャンペーンとしての教科書採択をめぐる、騒動へと発展した。当初、 この騒動は歴史の教科書に重点が置かれていたが、育法者版の公民の教科書が採択されると、与那国党への自衛隊配備反対を主張する勢力も加わり、自衛隊配備に対するネガティブキャンペーンとしての性質も帯びることとなった。なお、この騒動は厳密には歴史教科書問題ではないが、前述の通り、作る会計教科書反対派が当初、 歴史教科書の採択反対に重点を置いたため、便宜上本校に分類する八重山教科書問題。また、2014年3月から韓国で一部採択される教学者による教科書は、日本の植民地支配が朝鮮半島を近代化させたと記述し、李性版、僕正熙大統領を肯定的に扱い6.15南北。 共同宣言を批判的に来ている点が歴史を愛曲するものとして騒動になった。2004年1月に行われた大学入試センター試験における世界史 B 第1問、モンゴで日本統治下の挑戦で第二次世界大戦中日本への強制連行が行われたとの選択肢が正当に設定されていたことにしてある受験者が 第二次大戦当時の言葉としてはなかったと、採点からの、この問題の除外を求める仮処分申し立てを2004年2月に、東京地方裁判所に起こした。軍事独裁政権下の1974年に、北政紀が導入した国定の歴史教科書が長く、使われてきたが、歴史学会や国民から批判を受けて、リベラル派、革新系のロブ原政権が2007年に、 国定制度の廃止を決定。その後は限定制度が導入されて、複数の民間企業が教科書を作成し、学校側が自主的にそれを選ぶという仕組みに変わった。しかし実際にできた限定教科書が革新波形に偏ったため、保守派の李明弘が政権に着くと、再び国定教科書復活へ向けた揺り戻しが始まり、 同じく保守派の牧金恵政権がこの動きを本格化し、教育部が国定化を議論する討論会を開いた。ところが、これには韓国の歴史学会、革新系が政権ごとに異なる。国論に立脚して国定教科書を作るということは時代錯誤的発想でしかない。むしろ国論分裂の種をまくことになるとも反発し、 僕世紀時代をはじめとする過去の独裁政権時代や日程時代が美化されるという懸念を訴え歴史を教える教師の97%が国定化に反対するとした調査結果も公表された一方で保守系の団体は民主化運動や反政府デモなど革新派運動を取り上げる量が多すぎると批判した革新派と保守派はそれぞれが双方の歴史観に対して 避難で応酬していたが、正しい歴史と称する韓国高校歴史教科書をめぐる左右両派による激しい歴史戦争は革新派の勝利に終わった。2014年3月からの新学期を前に保守派の執筆した教学者の韓国氏は検定を通過したが、その教科書は学校側で1校を除いて採択されなかったからである。当初は約20校が一旦は、 教学者の教科書採択を決めたが、革新系の教員労組、全教祖や野党、市民団体、同窓生、父母などが抗議に押しかけ、脅迫電話が鳴り続けるなどしたために、後に、すべての学校が採択を取り消してしまった。この状況に対して、ニューズウィーク氏は、軍事独裁者、牧世紀の娘である牧金恵は、国定教科書によって、 父の時代を美化したいのかもしれないと指摘しながら、韓国の歴代政権は、日本が歴史教科書で過去を歪曲しているとして、非難を繰り返してきた。その韓国で、教科書が再び国定化されれば、歴史問題で日本を批判してきた韓国政府は、自己矛盾に陥り寝ない。再国定化すれば、政権は、自国の歴史を自分たちの都合のいいように、修正する誘惑にかられるからだ。 と書いて、無理強いすれば、父の独裁政権への再批判という日の子が自分にこうかかることになると指摘した。その後、2015年10月12日、政府は韓国史の教科書を再び国定化することを発表した。新しい国定教科書は2017年、入学生から使用される予定であった。しかし、実際に採用した学校はほとんどなく、 さらに政権交代によって革新派のムンジェインが大統領に就任すると選挙中の公約であった国定教科書廃止、検定制度の復活を指示したため国定教科書が日の目を見ることはなかった。中国と韓国は中朝を国境と同地帯の歴史的背景について意見をことにしている。かつての転調と属国という背景から 両国間も歴史問題の根は深く、共同研究などは進められているが意見の隔たり、大きい。米スタンフォード大学アジア太平洋研究センターによる日中韓米大の歴史教科書比較研究では、日本の教科書は戦争を賛美せず、最も抑制的、非常に平凡なスタイルでの事実の羅列であり、感情的なものがないと評価された。 韓国の歴史教科書については、韓国は日本が自国以外に行った行為には興味はなく、日本が自分たちに行ったことだけに関心がある。とし、自己中心的にしか歴史を見ていないと指摘した。また、中国の歴史教科書は共産党のイデオロギーに満ちており、非常に政治化されている。と批判している。歴史教科書問題の解決に向けていくつかの方法が考えられるが、 根本的な解決のためには中国や韓国が持つ歴史認識を日本人も共有しなければならないという論調がメディアなどでは強い。しかしながら教育システムが全く違う国において双方の国が要求するような共通の教育を行うことは難しい。また中国に関しては民主主義体制を敷いていないがゆえに広く公正に。 論じるために広く客観的に公正に教科書問題について論じなければならないが反対性、現在や過去の歴史上中国共産党に非があると記載されることにつながる記述には検閲や禁止などの政策が敷かれて言論の性が残る現状では非常に難しい。2005年5月7日に町村信孝外務大臣が李朝政外相と会談し、 中国の歴史教科書の偏った記述内容の改善を要求したが拒否されている。同年7月9日、町村外務大臣が日本で採用された歴史教科書の一部近代歴史を中国語、朝鮮語に翻訳し外務省のホームページで8月頃に公開することを決めた。日韓の国家間のプロジェクトとして日韓歴史共同研究事業がある。2004年、 平成16年8月、中国社会科学院近代史研究所の呼びかけで、日本国、中華人民共和国、大韓民国の3国の一部の識者共同で、歴史書を制作することが発表され、2005年、平成17年5月に参加国で発売された。この教材の内容に関しては、賛否両論がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。